ほど不要です。で、ネットで稼げない初心者が稼ぐ方法、まあ、手段を知りたいですということを質問されています。ネットで稼げない初心者、まあ、実績ある人が学びたい、実力ある人が学びたいと。で、このおすすめのコンサルを知りたいってことなんですけども、まあ、この実力ある人、実績ある人っていうのをまず選ぶのが難しいってことなんですよね。まあ、実績、まあ、みんないいことを書くので、実績あるようにみんな見えるんですけども、やっぱり中にはですね、稼いでない人もいたりする。あとはまあ、嘘くさい人もいるので、まあ、なるべくですね、動画とかですね、そういったその人が話していることっていうのをですね、なるべくこう知っていくってことですよね。今だったら。まあ、文章よりも、動画とか声の感じ、雰囲気とかですね、いろんなものを見て総合的に判断するっていうのがいいかなと思います。まあ、初心者稼ぐ方法としては僕はまあ情報発信が一番いいかなと思います。やっぱり物を売るとかっていうのはその選定が大変だったりとか、いろんなノウハウがあるので、まあ、文字か声で情報発信していく、情報発信ビジネスというのをお勧めしてますし、僕もそれを推奨してコンサルしてます。